以前の港鉄の路線図帳敬礼駅間、筒見線ホーム、急流湾車両基地及び特福、広場間、筒見線は、香港急流急流場くくれない、にある、広報駅と香港新海最高区将軍区にある、月敬礼駅を結ぶ香港鉄路有限公司の、鉄道路線である。ラインカラーは緑色。未、筒見線は、急流市街の北側を走る路線。 香港で最初に完成した路線でもある。急流側の都心であるヤウマティから、香港の中でも古くから開発されてきた、ニュータウンの急流湾や、カンツツミの地区を結ぶ。また現在では廃止された旧香港国際空港に、最も近い駅を有する路線でもあった。路線の大部分が超高層アパートメントの立ち並ぶ、高層住宅街を走るが、急流湾から、 油、包みまでは、海運倉庫や、展示施設の国際展望中心など大規模施設が、建設されている。急流湾、間玉は、高架鉄道になっている。また急流包み駅では、砂田や上水駅などの深海北部や、また、新線を経て、中国本土へ続く、東鉄線への乗り換え駅となっている。2006年現在、 15駅中6駅型路線との乗り換え駅となっている。なお、九流湾駅、五図角駅及び間津津駅は、高架駅、間駅及び油津み駅は、地上駅、その他の駅は、地下駅となっている。1975年11月、香港成長から見、津み線及び、湾線の建設許可が下り、4年間の工事を経て、 1979年10月1日に開通した。この時点での列車は4両編成で、路線図上にはラインカラーとして赤色で表された。引き続き、1979年12月16日には、路線がチムシアッチまで延長されたが、ヤウマティ駅とサカンカク駅は、駅部分の工事が遅れ、12月22日と12月31日に、 それぞれ開業した。1980年2月12日には、MTR の列車は初めて、ビクトリアハーバーを海底トンネルで通過して、香港島側の中間方面に至る路線の延伸工事を完了し、香港の交通政策におけるマイルストーンとなった。1980年2月16日には、 旅客の増加により、連結量数を6両編成に変更した。1982年4月26日には、新たに、ワン線が開通することになり、ワン線との路線名調整が行われ、ワン線から中間駅に至る路線を、ワン線と呼び、三つツ駅から八馬マ駅に至る路線を三つツミと呼ぶことになった。また、三つツミの列車は、 ワンセンヤウマティ駅のもとに新たにホームが設置され、ここが終点とされた。また、中間から三ツツ方面に向かう乗客は、左官各駅での乗り換えが必要になった。ラインカラーも緑色に変更された。5月10日、ワン,ンは一部の駅を残して、暫定開業をした。暫定開業期間中、中間駅からスケアツ駅までの乗客が三ツ線に乗り換える場合は、 左官各駅で、霊慶駅から、湾線の各駅から見、筒見線に乗り換える場合は、大使駅での乗り換えが必要となった。5月17日に、開業の遅れていた大使駅から、霊湾駅までの5駅の営業が開始されて、正式開業となり、八馬マ駅が見、筒見線の終点になるとともに、左官各駅と大使駅が、湾線との同一ホームによる乗り換え駅となった。 1984年、香港成長では、東側に新たに2本目の海底トンネル建設を決定した。MTR では、鉄道用としてのトンネル使用権を政府より獲得し、1989年の完成とともに使用を開始した。未、堤線の終点は、トンネル開通に合わせて8月6日より、香港島の魚遊駅に変更され、 港当選とも乗り換え可能となった。また、新たに、田駅が10月1日に開業した。それに先立つ1986年5月22日には、乗客数の増加、特に、九流み駅での KCR からの乗り換え客の増加に伴い、連結量数を8両編成に変更し、現在に至っている。1997年の計画によると、 京都区空港跡地の埋め立て工事終了後、三、筒線を八馬マ駅より東側に延伸し、南分田を経由して、埋め立て地を通り牛頭角駅に達する路線、新設計画を検討していた。計画段階では、東、急流線と呼ばれた。この延伸計画が実現していたなら、関筒見線は、旧の時系的路線になる可能性があった。しかしながら、 2004年に、京伊佐尾空港跡地の大規模埋め立てを行わないと、する開発計画の変更に伴い、この計画も立ち消えとなってしまった。2001年9月27日、未、筒見線は、将軍幾線の開業に備えて、北隅駅まで、延伸開業した。2002年8月4日には、未、筒見線の終点が、香港島から、九流半島側に変更され、 将軍育線の油津美駅が終点に変更された。続く8月18日には将軍育線が正式開通し、三津美線の列車は月経齢駅まで延長されるとともに将軍育線は三津美線が使用していた東区海底トンネルを通って北津美駅を終点とする路線に変更された。この結果、愛田駅から トンネル方面に向かう路線の営業は廃止され、改装用路線となった。2016年10月23日、急流上区の候補駅まで延伸開業し、途中駅として南文電駅が設置された。開業に先立ち、8月21日にダイヤ改正を行い、開業までの間や馬ティ候補官は、改装扱いとして運行されていた。南文電候補館は、 建設限界の関係上端線で開業した。開業後の平日は左右ラッシュ時及び、と休日の日中は、約半数の列車が何分で止まりとなり、候補法の引き上線を使って折り返す。平日ラッシュ時の旅客列車は4分間隔で、と休日の日中は5分間隔で運行され、それ以外の時間帯は、すべての旅客列車が候補まで乗り入れる。区間は、 ヤウマティ駅の特殊な構造のため右側通行となっている。三つツ線路線図。ありがとうございます。